レスリー・ホーカーは、カナダ・オンタリオ州出身の女性元フィギュアスケート選手。2003年冬季ユニバーシアード競技大会3位。カナダ・オンタリオ州ノースヨークで生まれ、6歳で、スケート教室に通い始めた。思春期の頃は、スケート以外にもサッカー選手としても活動し、その後スケートに専念。2003年ユニバーシアード冬季大会で3位となり、 初めて国際大会でメダルを獲得した。2003から2004年シーズン、ネーベルホルンハイデニーとなり、ISU グランプリシリーズにも出場を果たした。2006年カナダ選手権では3位となったが、女子シングル出場枠は2枠であったため、トリノオリンピックの出場資格を得ることができなかった。2006年4大陸選手権ではメダルに、あと一歩届かず4位に止まった。 2006から2007年シーズンにより ISU グランプシリーズには2大会に出場するようになる。2007年カナダ選手権では2年連続の3位。2007から2008年シーズン、地元開催のスケートカナダで9位。2戦目の NHK 杯は7位に終わり、2008年カナダ選手権では4位に終わった。 2008年6月23日に競技スケートからの引退を表明した。2007から2008シーズン2006から2007シーズン2005から2006シーズン2004から2005シーズン2003から2004シーズン2002から2003シーズン2001から2002シーズンありがとうございます。